皆さん、こんにちは。明流寺住職の水野です。ご縁に感謝いたします。この動画を見ていただきましてありがとうございます。この動画を見ていただいている方の中でですね、一つの仕事を続けることができなかったり、行く職場、行く職場でですね、不思議といろんなことが起こってきて、えー、通えなくなってしまったりとか、 また精神が過敏で人に会うととても疲れるので仕事に行けなくなってしまったりとかまたはこれといった理由や事情がないのに無償に衝動的に仕事に行くのが嫌になってやめてしまったりとかそのようなことでねお困りの方がいらっしゃいましたらぜひ一度当事にご相談してください。きっとお力になります